筋肉があるということとダーツってどうつながるんだっていうこともちゃんと聞きました。筋トレはダーツにどんな影響があるか、まあ、筋トレというか筋トレとダーツっていうね。はい、皆さんこれ俺ウィングスリムのこと聞いたらあんだけしか書いてこないのに、筋トレのこと書いたら聞いたらこんだけのこと書いてくるわけですよ。一応随分精査させてもらったんですけど、まあ、放送の時間もあるということで省いた。あ、随分削りました。あ、本当。はい、そっかそっか。じゃあとりあえず、ね、まずあれはね、筋肉がいっぱいあると何がいいかっていう、あ、そっちで見れないんかこれもしかして。あ、僕に映らないんで、どっか読んでもらえれば何っていう答えで。あ、映らないんですね。わかりました。じゃあ俺が読みましょう。まずあればあるほどいい。あ、もう筋肉なんてあればあるほどいいですよね、どう考えても。僕もですね、一個自分の中で金と筋肉とレーティングはあればあるほどいいっていう。ああ、もう間違いないですね。間違いないよね。でも金よりも筋肉があればレーティングも高いんじゃないかな。あ、なるほど。筋肉があるからレーティングが高いってことね。そうですね、はい。まあ、つながって、結構その統合線、はい、っていうか、はい、あとは筋トレをすれば怪我が防げる。そうですね、やっぱこう肘を痛めたりとかそういう方とかの、うん、あれには防止にはつながるんですよ。筋トレをすれば練習をたくさんできる。そう、体力がまず増えますんでね、疲れない体が出来上がるわけですね。はい、うん、ってことは練習の時間が増えるわけです。はい、ああ、でそして、筋肉があると、筋肉があると生かす、うん、生かせますよね。筋肉がまあなんていうか、まあ基準じゃないですか。筋肉っていうものが基準で、うん、生かすか生かさないかに分かれてくるんで、まあ、生かしますよね。はい、はい、そして、筋肉をつける過程で動かし方の器用さが上がる。はい、筋トレって結構みんな単純な動きだと思ってるんですけど、やっていくうちにどこの筋肉に効かしてるってイメージしながらトレーニングすると思うんですよ、うん、そうやってるうちに動かし方を覚えるんですよね。筋肉の使い方を覚えるんですよ、うん、で筋肉の器用さが上がっていくんですよ、うん、トレーニングをすることによって、うん、これって結構ダーツに大事なことだと思ってて。あ、これはね、でも僕もジムね、こう行き始めてまあ、1年ぐらいですかね、結構ね週5ぐらいで行ってたんですよ。でやっぱ筋肉って何て言うんだろう、トレーニングの中でいたら筋肉を大きくさせるっていうトレーニングだけじゃなくて、その筋肉の神経にまずこう効かせるっていうトレーニングもあるんですよ。でこれは何かって言ったら、そこの筋肉をまず使わなきゃそこの筋肉は大きくならないよねっていうことで、そこの筋肉をまずどう使うかっていうのを覚えていく必要がある。で多分ね、これってダーツにめちゃくちゃ大事で、いわゆるダーツってもう単純な動きをただ繰り返してるだけなんですけど、絶対こう、じゃあ今10の筋肉を動かせてるとしたら、15の筋肉を動かせるようになった方が体の使い方は絶対上手くなると思ってて、これはねマジでマサタンの言う通りだと思います。今まで全部言う通りなんですけど、で、はい、トレーニングをすることによって自己肯定感がすごいと。はい、やっぱりトレーニングしてる人って自分を許せるところがいろいろあるんですよね。はい、っていうのが次の多分項目だと思うんですけど、パチンコとかで負けても、でも今日筋トレしたしとぐっすり寝れる。はい、これってすごく大事なことで、やっぱそのトレーニングした自分っていうことを認められていれば、パチンコで負けようが、うん、なんかその自分を許せるんですよ。でもさ、はい、ダーツで負けた時、はい、なんかめっちゃイライラしてますよね。したことないです、筋トレしてたんで。めっちゃこの前めっちゃ俺に当たりましたよね。すいません、音が悪くなってます。小野啓太さんに負けた時俺に当たりましたよね。音が悪いです。何ですか自己否定感は。いや、ちょっと音悪いな。電波え、トレーニー仲間との会話が弾む。はい、まずトレーニングの情報の効果から始まる。聞こえとるんかい。でこれってやっぱそのなんていうか、昔よくあったのがタバコ吸う人ってツールがあるみたいな感じのあったじゃないですか。タバコ吸う人同士での会話があるみたいな、うん、それがもうトレーニングしてる人って大体こうユニフォーム見えてる腕とか見れば筋とかで大体わかるので喋りかけやすいですよね。俺らがちょっと俺タバコ吸わないけど、はい、なんか、はい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 、喫煙所でなんかワイワイしてんの楽しそうだなっていうのが、筋トレをすればそれも味わえると、はい、まあですよ。
はい、まあ、ダーツ界ではまあそういう見分けじゃないと難しいんですけど、これは例えば公園行った時とか、うん、懸垂してる人いたら喋りかけやすいですよね。うわ、怖い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 。え、別に普通のこと言ってるんですけど。そんなガタイのちっちゃいおじさんが急に喋りかけたらもうそれはダメ、うん、怖い怖い。うん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 。え、大きい筋肉、それはそれは生かす。うん、やっぱ大きい筋肉って生かしますよね。みんな結局それが目的じゃないですか。大きい筋肉って例えばどういう感じかな、どういう感じかな。いや、まあみんな見たいんじゃないかな、みんな見たいんじゃないか、どういう感じかな。まあ、本当出しやすいのっていうこことかなんですけど、まあこれじゃまあまだ細マッチョぐらいのレベルでしかないんですけど。あ、じゃあ見せなくていいです。ありがとうございます。すいません、ちょっと待って。あ、映ってきた、今画面いっぱいに摩擦の背中がアップされてるよ。あ、本当ですか。まあ、それもねちょっと、あ、これね、今撮影するって今背中映ってるから、あのついでに言うけど、あ、すいません、ちょっとあの画像を消してもらっていいですか。背中のトレーニングはあの試合の2日くらい前からしない方がいいよマジでって書いてあるけど。うん、これあのなんていうか、あ、やったね、やったことあるね、はい、もちろん、あのなんならリーグ九州の福岡で決定戦やる時の前に筋トレしたのが3日筋肉痛取れなくて負けた、もうえぐいことになりましたね。もう、はい、もうチームのみんなにずっと謝ってましたね、その日。あ、であの次がちょっとよく分かんないんですけど、はい、今の喋らせないんだ、もう喋りたかったのに。清水真由ちゃんに喋りかけてもらえた。で、あのめちゃくちゃ可愛い絵文字がついてるんですけど。あ、はい、あの、あ、こんな好きなんですか、まあ、小汚いおっさんに、好きなんですか、好きっていうか、あのまず考えてみてください。こんな小汚いおっさんに、あんな妖精みたいな子が普通喋りかけてくれます、うん、確かに、あの広島の大会の時も、はい、おなっちゃんがね喋りかけてくれたりとか。はい、やっぱそれって全て筋肉のおかげなんですよね。そうですよ、だからみんな摩擦見てないんですよ、はい、筋肉しか見てないから。うん、筋肉に喋りかけてるから、摩擦には喋りかけてないから。まあ、まあ、でも嬉しいな、それでも。褒めてもらえてる。で、中村俊太郎くんのトレーニングはちょいちょいチェックしている。はい、ツイッターでね、結構追っかけて見てますね。すごいもんね、俊太郎くんは、ま、うん、結構ゴリゴリやってて、筋トレをしてると肩こりとかなったことない、腰痛とかなったことないと。はい、僕肩こりって今まで生まれて、18年間の間でなったことないんですよね、うん、ただのバカなだけです。うんうんうん、しかも18人は突っ込むの、はい、あ、すいませんでした。次、すいません、やめる。足のトレーニング、あのさ、あの足のトレーニングから逃げがちはマジトレーニーじゃないと分からんのよ。はい、だからこれも言っとかなきゃ。でも俊太郎くん偉いのが、俊太郎くんとかあとまゆちゃんとか偉いのちゃんとやってるんですよね、足のトレーニング、ね、だからこれそれもトレーニーしか分かんなくて、今みんなポカーンってしてるから。うん、あのでもちなみにですね、皆さん、彼らがちゃんとしたトレーニー、あの足のトレーニングはマジできついんです。うん、もうなんか人吐きそうになるというか、うん、そうそう、人やめたくなる、うん、で、筋トレをすると寝つきが良くなる、はい、うん、ぐっすり寝れる。左の上腕二頭筋を痛めてて悲しいって書いてある。そうなんですよ、マジで今痛めてて、ちょっともう引く系のプル系の動作が全部きつくて、結構つながるんですよ、懸垂とかもだし、まあね、デッドリフトとかも引く動作につながるし、そういうのも痛くて、そマジでできないんですよ。右じゃなくてよかったね。でもまあそれはある、それはあるんですけど、左がちょっとモチベーションがすごくトレーニング低くて悲しい。次、星野さんもトレーニー。はい、星野さんもトレーニーです。これみんな星野さんは、うん、結構胸板熱いもんね。はい、あと、うん、いいから出してますけどね。うん、あの分かる。俺もトレーニングし始めて分かる。うん、あ、そう、あの肩の筋肉がちゃんとパッてなってたりしますからね。うん、だからユニフォームとか着こなしかっこいいですもん。ちょっとやっぱピチッとしてるもんね。そう、してるしてる、かっこいい。最近心肺機能を高めることもダーツに生きるのではないかと思ってるって何これ。これちょっとあれなんですけど、ま、僕、ま、自衛官である自分言うのもあれなんですけど、全然走ってなかったんです今まで、うん、走るトレーニングあんましてなかったんですけど、ちょっと取り入れ始めたんですよ、うん、心肺機能って何かと生きてくるんじゃないかって思い始めたことがあって、緊張する場面って、うん、なんでこうちょっとパフォーマンス落ちたりとかもあるじゃないですか、うん、そういう時ってやっぱ心臓、心臓とかがちょっと弱ってる状態なのかなって思い始めて。ってことはそこを鍛えればいいんじゃないかっていうところに到達して、うん、
の心肺機能ですね、そこの機能を高めれば、うん、あこれってもしかしたら何もプレッシャーとか感じなくなるんじゃないかっていう。あプレッシャー感じる方なんですね。いやもうめちゃくちゃ感じますよ。やっぱ緊張しいなんだ、ね、後輩たち、はい、後輩たちの顔もこうパッて出てきますし、その僕が負けることによってとか、はい、ということでね、マサツさんに筋肉の話を聞きましたね。はい、皆さんどうでしたか、ね、筋肉の話はもういいよっていう感じでしょうかね。コメントが止まりましたから